はい、サイグスーヨー中がなびらコム三振広め第16番前田 IP イエーイ、今月のですね11月25日日曜日、午後6時半会場の、7時開演ですね。開演というかこう、ティンサグの花を、うるま市の、ぐし川ドームで100名で歌ってみようじゃないかと、そしてその、動画をですね、インターネットで発信しようという一つの、将来の、沖縄の、歌、ティンザグの花を、オンナソン、マンザモーで1万人でというですね、歌ってみようじゃないかと、そして、世界に発信して、沖縄の豊かな、三線文化を世界に発信して、高級平和を願い、そして、また、この三線の文化を通して、沖縄の、また、心を伝えていこうじゃないかということでですね、大目標に向かった一つのステップとして、100名で、ドームで歌うというですね試みが、スタートします。これは1回で終わるのではなくて、1万人まで達成するまでですねずっと続けようじゃないかということで、コム隊長は、宣言しました。さあその、ティンサグの花100プロジェクトにですね、多くの、世界中の仲間がですね、参加してくれます。そしてまた、沖縄ではですね、まだ、これから参加してみたいな、今回は、三線弾けなくてもですね、ティンサグの花が、歌える、また、これから覚えて一緒に歌いたいっていうですね、仲間も一緒にですね、同時に募集しております。ぜひまた YouTube、ここでもですね、アクセスして、詳しいことが、見れますので、ぜひ、県外、また県内、また世界中からですね参加したいっていう方はどうぞ、大募集でございます。一緒に、冷やみかしていきましょう。それでは、その、気持ちを込めて今日は冷やみかち節お届けさびうちんじさびら。
していこう。